シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。ようかなけはアビニベーシャーやってくってんやつで。さあ、まあ、これでとどめさしていきますか。行ってこい。 SS 別にそんな使うほどでも。あ、カウンストこれ、カウンストこれ、バンバンいけるんかな。いやでも、あの、このパーティー動画はさすがに普通に攻略しましたよって動画出せないんで、ちょっとよ、まあワンパンの動画にしますか。さすがにこの4体の攻略って普通の攻略はね。さあ、というわけで今回はネオを使ってワンパンしていくぜ。さっきのカンスト具合見るとワンパンいけそうだから、まあ、試してみますか。まあ、さすがにネオ艦隊で最後まで普通にやって、まあ、勝ちましたって動画は何の参考にもならんし、まあ、勝てて当然ってとこがあるから、今回はワンパン攻略、まあ、ワンパン動画とさせてもらおうぜ。で、一応道中解説させてもらうと、まず、このスイッチがよ、コンプレックスのものと違って、壁に触れるごとに、1、2、3と数字が変化していく。で、1の時に踏むと、敵の防御ダウン。で、このホメキューちゃんは、防御ダウンで倒してねと。OK。で、2が弱点効果アップ。この次に弱点を持った雑魚が出てくるんだけど、まあ、そいつとかに有効になってくると。で、3が回復。だから今ここでホミキを1で倒してみせるから、まあ、見といて。あれ？ん？ああ、あれ？あれ？え？あ、そうそう。なんかよ、意外とスイッチちっちゃい。で、しかも今見てもらったらわかる通りに、これパネルリセットされません。これ。ちゃんと踏まないと、3の回復のままになってしまうと。まあ、鬱陶しいようで、戦略的にも使えると。減速壁に引っかかったりして、数字をコントロールできると。ま、マジネオゲーなんだよな、これ、本当に。どうしよう、ちょっと待ってよ。なんか、いい感じに頭使うのがめんどくさいよな。今後周回すると思ったら、と思ってしまうけど、意外と、すぐ慣れる。不思議なことに。え、俺だけ？ちょっとわからんけども。次は、左の3をリセットする具合の気持ちで、いきますか。このパワー！どう？うん、クリティカルで無理やり倒すんかい。いや、3変わってないやん、これ。どうやって買いかくったん、さっきのこれ。とりあえずゲージ外して買いとくわ。オッケー。行ってこい。ネオさん？ネオさん？どう？今途中で気づいたけど、あれ上多分即しちゃったよな今。多分上のあれ多分ごめん即しちゃったわ。今すげえゆっくりやってたけど、若干急いだ方がいいわ。で、ここは縦勘で左行く感じで行っとこう。これで全然大丈夫、なんとかなると。で、ここ次確かなんかボンジュイーンボワーって これやってくるから、真ん中を3にして回復しておこう。オッケー、いいよ、いいよ。全然ダメージ出てない。むしろ全部3にしといてよかったかもしれん。まあ、こういう風にして3のパネルをうまく使ってねという感じになってるぜ。オッケー、完璧。慣れるとね、こういう風に意外といけんのよ。マジで。はじめすごいグダグダだったな、マジで。カンストしてる動画多分出してると思うんだけど、あれすげえグダグダだった。で、こいつらも、これ、で、ごめん、ごめん、下手くそすぎる。またクリティカルかい。よーし、オッケー。いいよ。ちょっと考えると、黙ってしまうから、そういうところあるな、こういうスイッチのクエストって。あ、で、ここは、まず、1に変えて、こう倒す。で、意外と難しそうなようで、なんか全然難しくない。ここはなんか、暴れときゃ、なんとかなる。これもなんか、その、
2発目以降もダメージ出せるから、とかこの、マーキングボムってなんかすごい、怖くない？なんか、執念を感じるんだけど、ボボン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 。おれや、オッケー！なんか、マジなんとでもならん、これ、ここ。よっしゃ、ボス戦やってこうぜ！もう、いけるかな、これ。マジでむずい気がする、ワンパンは。左を1にして、これがいいか。真ん中2で、よし、オッケー！いいよ、いいよ、いいよ。で、次が、3P か。ワンパンのルート、あるかな、これ。あ、まあ、ごめん。左上が出てくる。左上の処理を、まず優先と。3がそのままっていうのも難しいよな。全然ダメ。ほいほいしょ、ひどい。これはひどい。とりあえず3を消して、OK ということで、次は横で上がっていって、上のブロックの間にジャクジャクっとなってくれ。よし、OK、完璧。これで倒した。次、ちょっと、まだ難しいな、ワンパンできないか。ここいいんじゃない？でもパワーモード発動してないのよ。途中でハート取って発動してくれねえかな。左から行くけど、真ん中のやつが反応するかな、これ。結構気持ち上目にしないといけない気がする。ここか。行ってこーい！あら、あ、うわっ、かー、パワーモードギリ発動しなかった、今ギリち、あー、どいやん、これ。というわけでもう一回来たんだけど、さっきと敵の体力も一緒だし、パワーモードも発動しないのよ。さっきギリだったから、もしかするとパワーモードが発動してくれると信じて、行くわ。うわぁ、むずっ。待って、これ左もしかしてブロック乗ってる？これ。よっしゃ、乗ってる。だけどパワーモードも発動したいから右の壁に当たらなきゃダメ。いけるか、いけるな、これ。いける。いいところ探すぞ。ボスにも下にも下がらないようなところ。ここだ！行ってこい！頼む、オッケー、いやあー、クルパワー、おい、一回上行ったからマジ終わったかと思ったわ。なんだった今の、これ。なんでできたんこれ、ワンパン。というわけでリプレイ、これ多分パワーモードだな。これ3上踏みます。で、これもしかして、ああ、間に合ったか？これ一回上に行ったことによって確実にパワーモード発動した上で、これもしかすると上一回行ったから、さっきよりもギリ間に合った感はあるけど、上行ったおかげでワンパンできたっていう可能性も全然あるな。これ熱き植木つけた分だから、それなかったら完璧に行ったと思うんだけど、まあちょっと過激ね、もうちょっとあったらパワーモードいらないと。あ、待って、上の壁踏んでない。あ、上の壁触れてない。あ、だからこれぐらいのダメージなんだ。さあ、というわけでなんとかワンパンできたわ。なんかドラマあったけど、まあ参考になるとうれしいで、次の方で、危ない。いいから、そこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。